大丈夫ですか、オロチマル様。まさかここまでの呪いだとは。オロチマル様、どうやらこの体は限界のようね。ということは。日は熟したわ。これから木の葉に向かいなさい。目を覚ますと、そこはベッドの上だった。イタチにやられた後、俺は意識不明となり、それをナルトが連れてきた五代目火影が直してくれたらしい。俺はまたナルトに助けられた。ナルトは異常なまでにどんどん強くなっていく。それなのに俺はどうすれば俺は強くなれる。サスケ、お前ってばこんなとこで何やってんだよ。ナルト、今から俺と戦え。え？お前、何言ってんだってばよ。いいから戦え！お前。ナルト、俺はお前とも戦いたい。なんだこの気持ち。なんか下っ腹のあたりがキュンとする。何がおかしい。おかしいんじゃねえってばよ。嬉しいんだよ。なんだと。お前にここでやっと勝てると思ったらな。てめえ、何図に乗ってんだ。俺より劣るお前が本気で俺に勝てると思ってんのか。ああ、俺は一度もお前より劣ってるなんて思ったことはねえよ。そういうのが図に乗ってるって言うんだ。目障りなんだよ。それはお前が弱いままだからだろうが。サスケちゃんよ、ナルト、サスケ。戦闘開始。Yeah!
なんだ、あの術は。くそが。こんなとこで何やってんの？喧嘩にしちゃちょいやりすぎでしょうよ、君たち。イタチとの再会とナルトの成長への焦りか。サスケ。今の俺の力ではイタチを倒すことはできない。このままこの葉にいても俺は力が欲しい。あいつを倒せる力が。私の名はオロチマル。力が欲しければ死に物狂いで追ってきなさい。まさかこの俺が中忍に選ばれるとはね。前の中忍試験の出来が良かったとは思えねえんだけど、試合はギブアップしたしよ。前途多難だぜ。中忍か。ったく、めんどくせえことになっちまったぜ。でも、まあなっちまったもんはしょうがねえ。やるだけやってみるか。この頃のサスケくんは、なんか様子がおかしかった。だから私は、毎晩里の門の近くで見張ってた。もしかしたら、サスケくんが里を抜けるんじゃないかって思ってたから、思い過ごしで終わらせたかった。その時は来てしまった。どうして何も言わずに出て行こうとするの？なんでサスケ君は自ら孤独になろうとするの？俺はお前やナルトのようにはなれない。私はサスケ君が好きで好きでたまらない。復讐だって手伝う。だからお願い、ここにいて。お前うざいよ。行かないで。さくら、ありがとう。サスケくん。まさかオロチマルが俺に迎えをよこしていたとはな。音の四人衆か。どうやらこいつらはオロチマルに強大な力を与えられているようだな。その力、俺も必ず手にしてみせる。この精神が思えば新たな力を手に入れることができるか。俺はどんな方法を使ってでも。みんな集まったな。もう分かってると思うが、俺たちの任務は里を抜けたサスケを取り戻すことだ。戦闘も予想される。気引き締めろよ。サスケ、なんでだよ。よし、時間がないからな。そろそろ出発しようと思うが、その前に俺からお前たちに言っておくことがある。
サスケは俺にとっちゃ深い立ちってわけでもねえし、別に好きなやつでもねえ。ん？けどサスケは同じ木の葉隠れの忍びだ、仲間だ。だから命がけで助ける、それが木の葉流だ。少しは中忍らしくなってんじゃねえの、お前も。よし、そんじゃ、行くぞ。待って、さくらちゃん。さくら、悪いけどお前は連れて行けねえぜ。お前でもサスケは説得できなかったんだろ。あとは力ずくでサスケを説得するしかねえからな。さくら、お前の出番はもう終わってる。俺はお前やナルトのようにはなれない。さくらちゃん、ナルト、私の一生のお願い、サスケくんを、サスケくんを連れ戻して。私にはダメだった。私じゃサスケくんを止めることはできなかった。もうきっとサスケくんを止めることができるのはナルト、あんただけ。さくらちゃんはサスケのこと大好きだからな。今さくらちゃんが本当に苦しんでるってことは痛いほどわかるってばよ。ナルト、サスケは絶対俺が連れて帰る、一生の約束だってばよ。ナルト、ありがとう。どうやらあいつが僕たちの足止め役らしいね。こいつ一人に時間を食うわけにはいかねえ。よし、こいつは俺が相手する。お前ら先に行け。お前のようなバカが俺様を倒せると思ってるのか。お前のようなカスなど前菜にもならん。勝負はやってみねえとな。僕だ、こいつは僕がやる。長寿、でもお前じゃ。もしこのままサスケを見失えば本当にバカとカスどもになっちまうぞ。長次、だから捕まる。はあ、分かったよ。でもな、絶対後から追いつけよ。長次、お前をさっさと片付けて、あいつらも片付ける。お前はシカマルをバカにした、許せない。開始。セ
大事。なんだってばよ、あいつ。せいぜい俺を楽しませてくれよ。はぁ、お前なんかこの俺がぶっ倒してやるってばよ。いや、ここは俺が引き受ける。ネジ、こんなところで時間を食ってはサスケに追いつけなくなる。でもさ、ナルト、お前は俺よりいい目を持っている。え？サスケは今闇の中にいる。サスケを助け出せるのはお前だけだ。ネジ、早く行け。俺も後で追いつく。よし、行くぜ。まあいいぜ、楽しみは取っとくぜ。まずはてめえを3分で始末する。来い。開始。
楽しまえてよ。だだ。の力は、俺はどんなことがあろうと負けるわけにはいかないんだよ。凡小な俺を天才と信じているあいつらのためにもな。だがもう流れを止めることはできねえぜよ。サスケ様は己から望んで音へ走っただからな。いや、サスケを闇から見つけ出し救い出せる奴がいる。無理ぜよ。たとえ誰であっても救い出すことはで出せるさ。なぜならナルト、お前は俺を闇の中から救い出した。最後ザレン音を。あとは頼んだぞ、みんな。四人衆が音を離れてかなりの時間が経ったな。その間にもオロチマル様の肉体は限界を迎えようとしているのに、まったく彼らは何をしているのか。仕方がない、少々危険だが君マロを使うか。たとえ病床の彼でもサスケ君をここまで連れてくることは造作もないことだろうからね。新しい器は僕が引き入れる。この命に変えても。さあ、面白くなるね。て、機動丸のやつ、ミスりやがったな。しょうがねえ。今度は俺が相手してやる。
なんだこいつ、やばい匂いがプンプンしやがる。ナルト、鹿丸、あいつは俺たちが引きつけておく。お前らは先に行け。お前、何言ってんだってばよ。あいつはマジでヤバそうだ。簡単に倒せる相手じゃねえ。だからあいつは俺が引きつけておく。だったら、みんなで協力して倒せば。バカ野郎、俺たちはここで時間を食うわけにはいかねえだろうが。でも安心しろって、こっちは俺と赤丸で2対1だぜ。負けやしねえよ。ナルト、わかったってばよ。やられんじゃねえぞ、キバ。ああ、わかってるよ。逃がしたつもりか？無駄なことしやがる。それはどうだかな。さあ、来やがれ。ちゃっちゃとぶっ倒してやるから。よし、もう逃がさねえぞ。その桶にサスケが入ってんだろ。サスケは返してもらうってばよ。やってみろ。なんでお前が。君なら。遅すぎるよ、タユヤ。どうしてお前がここに。お前の体はもう。僕はもはや肉体で動いているのではない。精神の力で動いている。たく、このくたばり損ないが。この器は僕が預かる。お前はこのゴミどもを頼んだよ。バカ野郎が、そう簡単に行かせ。おっと、悪いが、お前の相手は俺だ。バカかてめえらは。クソガキ一人追わせて何になる。君まろが出てきた時点でおめえらの任務は失敗したも同然なんだよ。俺はあいつを、仲間を信じる。それだけで。それとな、俺の仲間を舐めるなよ。もう少し、もう少しでサスケを取り戻せたのに。くそ、邪魔ばかり入りやがる。でもまだ諦めてたまるか。鹿丸やキバ、そしてネジとチョウジ、みんながここまで道を開いてくれたんだ。だからサスケは絶対に連れ戻す。みんな、みんなお前のために命を懸けて戦ってるんだ。絶対生かせやしねえ、サスケ。って俺たちのコンビネーションをこんなもんだと思うんじゃねえぜ。よえくせにピーコラ言ってんじゃねえぞ。せ、赤丸。Hey!
闘開始。まさか木の葉の奴らがここまでできるとはな。ここまでは上出来だ。だが赤丸に無理をさせすぎたな。これ以上は。本番はここからだ。くそ、なんてやつだ。犬の遠吠えもできねえか。これは…今回は味方みたいだな。まさかお前が助けに来てくれるとはな。俺だけじゃねえじゃん。他の二人も先に行ったぜ。やっぱりか。さっきから気になる匂いがあったが、お前たちだったか。さて、そんじゃさっさと終わらせるじゃん。おもちゃごときで俺をやれねえぞ。くれるじゃねえか。普通にやって勝てる相手じゃねえ。ここは一旦引いて。舐められたまま引き下がれねえじゃんよ。戦闘開始。血の力見せてやるじゃん。お前には屈辱を使わなくても余裕じゃん。不屈影役者。食われにはガチに近づいたりしたらダメじゃん。なっ、これがカラクリじゃん。くらえ。おら、しまった。
くるじゃん。これがカラクリじゃん。ブラックブラックに入れチェッ！一流の演劇見せてやるじゃん。はめられたまま引き下がれねえじゃん。くらえ！黒ひげ危機一発！襲撃！ちょっと休ませてもらおうか。俺がカラクリじゃん。なめんなよ！やれ！な！ちょろいじゃん。げ。なんだと、この俺が、なんてやつだ。敵の時は恐ろしかったが、味方になるとこうも頼もしくなるとはな。襲撃。まさか笛の音で攻撃仕掛けてくるとはな。うちの笛の音聞いて生き残ったやつはいない。だったら教えてやるよ。術だけが武器じゃねえってことな。戦闘開始。
めんどくせえな。分かったな、バカが。粉々になりやがれ。ゆっちゃん、ゆっちゃん、はっ、とっておきを見せてやる。さて、どうだ。こっから爪将棋だぜ。これで爪だ。影圧勝の術。どうだ、分かったか。戦いってのは術だけじゃなく頭も使うもんだってことがよ。認めてやるぜ、お前は大したクソ野郎だった。また立ち上がるのかよ。うちをなめるな。クソ、あいつのチャクラ普通じゃねえ。これで終わりだ。まずい。これは、あ、お前は。なんでお前がここに。いや、そうか、五代目が砂に手を回してくれたのか。おい、お前頭のキレ悪くなったんじゃねえか。またギブアップでもするか。今度は私がやってやるからよ。悪いが、ギブアップはできねえよ。男が女に守られるわけにはいかねえからよ。強がってもから元気バレバレだ、バーカ。上の根で幻術を使う。ああ、死の旋律を奏でてやる。死の旋律か。だが音が届かなければどうということはない。開始。今のうちだ。強し、キリキリマイ、キリ、行け。
もんだ。まさか、うちが…どう？終わったわよ。強引なやつ。こいつ、うちの母ちゃんより怖え女だな。どんなもんだ。でもまあ、今回のところは感謝するしかねえな。さて、どんな風に始末してやろうか。オロチマルは何がしてんだ。なんでサスケを狙うんだってばよ。オロチマル様は不老不死の術を手にしておられる。その身が常に保たれるわけではない。体が朽ち果てる前、強く新しい肉体を魂の器としなければならない。それがサスケだっていうのか。ああ、そうだ。そんなこと俺がさせるか。お前、妙なチャクラを持っているな。サスケを返せ。いや、もう時間だ。サスケ。サスケ！こんな奴らと何やってんだよ。おい、サスケ！どこ行くんだよ。無駄だ。消えろ。誰だ。木の葉の美しき青い野獣、ロックリーダー下島よ。この人の相手は僕に任せてください。こいつできる。下島よ、頼んだってばよ。行きますよ。戦闘開始。こっちだ。これで最後です。なんだってめえは。Oops!
やるな、だが精神の力で戦っている僕とは違って、肉体で戦っているものはそれくらいが限界だろう。さあ、終わりだ。誰だ？木の葉同盟国、砂の忍びだ。砂漠のガーラ。ガーラ、お前がそうか。しかし、なんで君が。この葉には大きな借りがある。ここは俺がやる。行くぞ。戦闘開始。砂の力を見せてやろう。終わりだ。ウサ爆流。まだだ。砂漠大掃。雑魚が。しぶといやつだ。僕の存在はオロチマル様のためにある。オロチマル様の邪魔となる者は
僕が排除する。オロチマルの洗脳か。虚しい奴だ。洗脳ではない。あの方は僕の理解者だ。まだ立つのか。な、まずい。僕も彼も、もう。お前らに何がわかる。死んでる。ようやく任務を終えてこの日隠れに戻ってみれば、まさか新米たちだけでサスケ奪回任務についているとは。これはまずいな。早めにあいつらを止めないと。ナルト、サスケ、俺が甘かった。今のあいつらなら本気で殺し合いかねない。頼む、間に合ってくれ。